はい、FM ルーシンド DJ のルーシンです。今回は、YouTuber さんがですね、ある YouTuber さんが、YouTuber の、まあ、引退の年齢っていうのはどれぐらいの年かっていう話をしてたんですよ。で、その、話してた内容にちょっと思うところがあったので、そうだな、なるほどなと思うところがあったのでお話しさせてもらいたいと思います。その YouTuber さんが言うには、YouTuber の、まあ、引退の年齢っていうのはだいたい24歳ぐらいだろうということを言ってたんですよ。で、その根拠は何かっていうと、YouTube ってまだできてから、10年ぐらいしか経ってないわけですよ。だから、この YouTube っていう存在が10年後もある保証っていうのは全くないし、非常に不安定な業界なわけですね。で、そういうことも含めて、総合的に考えた場合に、YouTube 一本でやっていける人なんていうのは、もう 99.9% 以上いないわけですよ。だからこれはプロ野球選手を目指して、プロ野球選手になれる人のね、高校球児の数、確率とほとんど同じだと思っていいと思うんですけれども、本当に一握りの、人しか YouTuber として成り立つことができないと思うんですね。で、そういった中で、やはり多くの方は、まあ、アルバイトしながらだったり、何かこう、他の仕事をしながら YouTube を続けるっていうような、ことをせざるを得ないと思うんですね。で、その中で、いわゆる、ね、僕、YouTuber ですなんてね、言えて、バカがやれるのは、まあ、大学卒業するぐらいまでだろうと、いう計算なんですよ。で、まあ、せいぜい就職、ね、失敗してもう一回就職するとかって、まあ、就職浪人とかするにしても、もう24歳が限界じゃないかと。まともにね、就職もしてっていうのを考えると。で、そういう話だったんですよ。で、非常にこれね、僕も思うところありまして、そもそも YouTube だけじゃなくて、インターネット全体の業界っていうのが1年後どうなるかわかんないっていうような非常に不安定な、メディアじゃないですか、インターネットっていうのは。で、もうちょっと言うと、YouTuber やってたっていうものことは別に職歴としてはつかないわけですよね。一般の方から見て。そうすると、それでずっと一緒やっていくっていうようなのは結構、悲惨なイメージがあるというか、例えば、もう30歳ぐらいになって、もう YouTube っていう媒体がなくなりました。その、今までやってた人どうなるんですか？もうニートじゃないですか。もうそうなると、ただの。まあそんなような状況で、まあして、仕事をしながらね、まあ YouTube できんのなんか24歳ぐらいまでじゃないかっていう話してました。で、もう一つが、ある動画が有名になって、そのネタをいつまで繰り返すのかっていう問題があるわけですよ。で、そういうのを考えると、まあ、どうせ同じようなね、ネタでずっとやってたってみんなに飽きられちゃうと。で、飽きられちゃったらもうそれで再生回数伸びないし、もうそれ以上続けていくの難しいだろうというような、ご意見でした。で、これは最もだなと思ったんですけれども、やはりYouTube を作ること、YouTube で発表することっていうのは、結構アーティスト活動を続けるのに似てて、やっぱりすごく創作活動なわけですよ。非常にクリエイティビティがないと難しい、ことだと思うんですよ。で、ただね、自分が顔を出してさ、みんなに見てもらいたいとか、有名になりたいとかね、そういう意識だけでやってても、モテたいとか、そういうね、意識でやってても、もうそれ以上の展開っていうのはないわけで、それ以上のものにならないといけないわけですよ。要するに、どういうことかっていうと、YouTuber の中でも一流、二流、三流がいるわけで、二流、三流の、
自分自身の状態がね、あの二流三流だったらもうそれ以上に上り詰めるってことはもうありえないわけですよ。で、じゃあ一流になるためにはどうしたらいいのか、もうそれ単純、昔の人がやってたような単純なことで、自分自身を鍛えなさいってことなんですよ。あのやっぱり学校の勉強をおざなりにしてちゃダメなんですよ。ちゃんと勉強して本も読んでいろんな人に出会っていろんな経験して、あの時には美術館行ったり博物館行ったりしていろんなものを見て知識を吸収して、それでもう自分の心も知識もそういうも自分を表現する才能っていうのを鍛えないと、もうそれ以上の展開っていうのはありえないわけですよね。で、やっぱそういう基本的なことがちゃんと身についてない人は YouTuber としては持たないわけで、まあもう20代が本当限度かなっていう感じですよね。そこら辺を冷静に考えると。で、30代で今 YouTuber やってる方もいますけれども、40代、50代で YouTuber やってる方っていますか？まあそこら辺を考えると、まあ、YouTube やってる方の中でも、YouTuber って名乗ってない人いますよね。自分のことを YouTuber だと思ってない人。で、そういう人を抜いたとすると、本当に40代、50代で YouTuber やってる人っていないですよね。だからそれが、その職業的な意味合いでどれだけ難しいかっていうことだと思うんで、まあ、とにかくね、将来 YouTuber になりたいと思って、ている小学生がいたら絶対考え直した方がいいです一番ね過酷な道かもしれない。楽して稼げるっていう世界じゃ絶対ないです。それはね幻想ですよ。それはね、例えばプロ野球選手とかね、そういう人たちを見てね、 あれだけ稼いですごいなって、そのいいところだけ見てる状態に似てますよ。で、結局はね、そういう人の上に立てることができるような人っていうのは、やっぱりそれなりのね、努力とか才能を持ってて、それなりのね、努力を毎日やってるような人ですから、それで、上がってこれてるわけで、で、一回上がった後も、その状態をキープするっていうのは、ものすごい努力が必要なわけですよ。ただ毎日ね、だらだらやってて、その高い状態をキープできるなんてことは絶対にありえないです。だから、特にトップ YouTuber さんなんかは、楽しているってことは絶対ないですね。ないはずですよ。うん。で、小学生の時なんかはやっぱり結構、結果だけを見て、その華やかそうなところだけを見て憧れるから、間違っちゃうわけですよ。それは芸能人とかの世界も一緒なんですけど、一見華やかそうに見えますけど、そこの華やかなところに立てるまでの努力とかね、才能があるとかね、それなりの努力をしてるっていうのは、そこは見えないところですから。まあまあそういうのをいろいろ考えてると、まあその YouTuber さん、いわゆる YouTube で本当に職業的にやっていきたいと思っている人っていうのは、まあ本当にリアルっていうか現実とね、その夢の世界をちゃんと認識できる人がやるといいと思うんですけど、本当にただね、ただね、ただネットオタクでインターネットが好きでいつか自分もそれで稼げるようになれると妄想を抱いてる人はやめた方がいいと思います。それは多分ね、夢は現実にできないと思います。やっぱちゃんとインターネット以外のことをたくさん知ってる人の方がかえってね成功すると思いますよ。はい。まあ僕もね、まあ好き勝手こんなこと喋ってて、別にね、僕に言う権利があるとかそういうことは思いませんけれども、まあまあまあ自分自身もね働きながら、まあこういうお話しさせてもらっているので、まあいろいろそういう面ではね好きに言える、
まあ、好きに言わないとしょうがないっていうところもあるのでお話しさせてもらっております。ちょっとキリ悪いんですけれど、今日はここら辺で失礼いたします。ありがとうございました。